坂サービスエリアに来ました。ここはドッグランがあります。大学くん、ドッグラン行ってみようか。こっちにね、ドッグランがあるんですけど、結構ワンちゃんがいるっぽいので様子見で、大学くんはリードつけてた方がいいかもしれないですね。大きいワンちゃんもいるので、まだ慣れてないからね。ドッグラン来ました。大きいワンちゃんがね、遊んでるので、はい、大きいワンちゃん、それ終わったら遊んでみようね。こういう人は土だから汚れちゃうね。草だったらいいけどね。大河くん、ドッグラン楽しんでます。ワンちゃん買ったので貸し切り状態です。曇ってるから涼しくていいね。よかったね、暑くなくて。こんな感じです。もうすぐここには車の駐車場。